んじゃないかな。確かにね、あの私結構しかもマイナーなコスプレ多いんで、はい、知らない人きっと多いんじゃないかな。でもなるべくやるようにしてます。チュンリーとかね。チュンリーはメジャーですよね。そうですね、確かにチュンリーとかやってます。サザエさんは？サザエさんはやらないです。サザエさん違うのね。ここサザエさんのなんかあの何女性化みたいなのやればいいけど、あ、まあ、なんかサザエさんは女性だけどさ、そういう存在じゃないのね、うん、なんかマリオの擬人化じゃないけど、擬人だけどもう人だけど、マリオの女の子版とかあるある、確かに急にセクシーな、あるあるある。それじゃあサザエさんもあるかもしれないね。ありっちゃありですね、うん、ただやる気はちょっとしないね。ちょっとね、どこに走っちゃったんだろうみたいなね。そうですね、あの、うん、でもこう言っていただけるのはすごく嬉しくて、うん、Pさんみたいにオタク文化に馴染みがなかった人に、うん、なんとなく完成度が高そうとか、なんとなく可愛いと思ってもらえるだけで十分なんで、うん、あの気持ち悪いとか、なんかこう頭おかしいとか、コスプレ気持ち悪いとか思ってる人もたくさん普通にいると思うので、はい、なんか私がやるのはなんか、まあ、ちょっとポップカルチャーっぽい、まあ、その中でもまだポップなの。そう、なんかちょっとエッチーのもポップエロみたいな、はい、わかります、はいはい、なんかこうエロプチプチなんとかでしょうね。そうそうそう、ポップな感じを出したいんですよ、うんうん、そうか、だからすごいそのなんて言うんだろうな、伝わってる感じがしたので、Pさんは今のままでいいと思う。ポップで受け入れてくれてる。そうそうそう、ポップで受け入れてくれてるから。そうか、ポップじゃないのもあるんだね。なんか結構あるんですよ、コスプレにもいろいろあるので種類が。じゃあ僕ポップしか見たことないかも。まあ そうですね、一般的にはそういう、そうです、ね、それこそマリオのコスプレ、かわいい女の子、あれもポップなんですね。ポップコスプレだと、ポップなコスプレ。あとね、僕思うのは P さんがオタク文化にあまり馴染まずに今まで生きてきたせいでね、うん、あのこう美容から勉強するにも奥深そうでってあるけど、はい、僕も詳しくないけど、うん、あのコンテンツが面白かったりするんですよ。そうです、そうだからあの別に勉強する必要はないんですよ、うん、あのなんか見てハマればいいっていうか。そうですね、下手したら映画より面白いものも結構あるっていうか。そうです、あのですね、多分ですけど、うん、P さんみたいなにこう真面目に向き合っていただけるのはすごく嬉しいんですけど、うん、なんかこう例えばなんだろうな、まあ、アイドルものとか、うん、たくさんキャラクターが出てアイマスとかだと、もうわーって、はい、わけあがんのやつだから勉強しなきゃってなるんですけど、はい、まあ、カンコレもそうですけど、カンコレね、うん、多分やったらすごい面白いんでしょうね。そうだから、オタクの友達がいてその人に紹介してもらうのが一番いいんでしょうね、うん、なんかこういきなりなんかこうハードルが高そうなものをコンテンツを消費するのではなくて、はい、なんか普通にアニメ見てみたらいいんじゃないかなって思う。そうそうそう、なんか僕も最近は話しちゃったけど、昔はその、オタク文化に詳しい友達がいて、はい、だからすごい古い話になるんだけど、はい、いわゆるそのなんか日暮らしの泣く頃にっていう、ちょっと古いですけど、はい、っていうアニメがあって、うん、それを勧められたんですよ、はい、もう超気持ち悪い絵なんですよ、絵は。あ、知らないですか？あ、古いんですよ。しか古いけど、日暮らしの泣く頃にっていうのはもともとゲームから始まったアニメなんですよ、うん、で女の子たちがいっぱい出てくる、まあ、周りから見られたら気持ち悪い絵というか、まあ、いわゆるそのオタク文化に乗っかった絵なんですけど、うん、でも5話まで我慢してみたらめちゃくちゃに面白かったんですよ、うん、それはその辺の映画とか海外ドラマなんか問題じゃないぐらい面白くてハマっちゃったんですよ。だから勉強するっていうよりも実は面白いんですよ。そうですね。そう、でもそいつがいないと僕は紹介してもらえないんですよ。なんかこういうゼミとか番組を見る方って多分結構こう知的好奇心が高かったりとか、はい、本を読んでたりとか、うん、そういう方多いと思うんですけど、はい、私そういう人に何が面白いって聞かれたら必ず化け物語、うん、あ、化け物語、あ、そうなんだ、見てみよう。え、知ってます？名前しか知らない。あれはもともと小説、まあ、ラノベみたいな感じなんですけど、ね、ライトノベルね、うん、すっごい深いし、はい、もうテンポがいいし、あとあの文字が多いっていうか、はいはい、入ってくるんで挿入されるんで、そうか、なんか物語系多かったじゃん、うん、なんとか物語、そう、でも化け物語を見ればあと全部その続きなんで、続きっていうか、まあもっと見たきゃ見ればいいけど、化け物語とりあえず見たらいいと思う。見てみよう。よし、化け物語めっちゃ面白いです。博士絶対好きですよ。辛辣だと言いますよ。100もう私断言します、はい、絶対好きです。よし、見よう。
で、その戦場ヶ原ひたぎちゃんっていう女の子が最初出てくるんですよ。ひたぎちゃん、はい。あ、ひたぎ。ひたぎちゃん、うん、秋筆子。ひたぎちゃんね。私コスプレしてます。あ、そうなんだ。はい、じゃあそれ見てハマったら見よう。いやいやいや、あの、ハマった後に私のコスプレ見せます。ですよね。そうそう、そうしよう。それめっちゃかもう一回見てください。はい、見よう、化け物語ね。名前を知ってる、見てみよう。ピーさんもよかったら見てください。あ、そう、そういうに勧めてくれる人がいるとありがたい。あの、やっぱ頭のいい人は、頭のいい人っていうか、なんかこう頭いい系の人に何かいいって言うと絶対それ見て、はい、化け物語、よし、見てください。じゃあ次行きましょう。はい、最後から2個目のコメントいきましょう。はい、エリさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。体の、うん、そうそう、はい、すいません、体の相性に関して、はい、これうまい話しましたね。はい、はい、そもそも質問の仕方が的を得ていなかったのかもしれないんですが、はい、相性というよりはピンポイントがあるという方が、あるという方が良かったかもしれません、はい、相性というと相互どちらともぴったりしっくりいくというものですが、はい、博士の回答では相性とは自分が感じる一方的なものだと理解しました。男性が感じるね、うん、あなたにとっていいものでも必ずしも相手にとって、必ずしも良いものではない。例えば、うん、おっぱいフェチの男性が、はい、巨乳の女性の胸をもみくちゃにするのがしっくりきたとしても、はい、巨乳の女性が胸に感じない、違うよ、こっちだよ、こっちと思っているような性違いの現象、はいはい、男性の言う相性というものが自分の好みのものであるかということに主軸が置かれていることが見えました。これはでもさ、うん、もしその女性が感じないとしたら、やっぱ相性はいいと思わないんだよね。っていうのも、その女性がじゃあ100% 感じてるふりをしていれば男性は気づかないけど、うん、多分そんなに、そんなにって感じだったら、うん、やっぱり男性も冷めちゃうんだよね、うん、で相性っていうのは完全に演技できてない限り、うん、男性もかんなんて分かっちゃう気がするんだよ。ちょっと続きも、あ、すみません、はい、いいですか。はい、で、鍵括弧、セックスの相性って大切、鍵括弧閉じるイコール、うん、鍵括弧、俺好みのセックスがゼカヒカ、はい、改革が前提に成り立つものなのですね、うん、博士のあなたの話はどうだっていいんですが頭に見えました。あなたのセックスの趣向はどうだっていいんですということです。あ、そう、例えば女性が感じてくれないと男性って引いちゃうんですよね、うん、でも 100% 演技したら相性がいいと思うのって人間関係にも言えますもんね、うん、演技されたら分かんないもん、うんうん、で演技、まあ、したとしてもバレてるとしたら、はい、やっぱ相手の反応も相性に入ると思うんだよね。うん、という意味では、俺好みのセックスがぜひかぜかひかっていうのは、うん、それが相手が喜んでもらえてその反応を感じられることで相性が合ってるって、これがすごいと思えるというか、うん、だから相手もある気がするんだな、うん、どう思います。いや、まあ、エリさんが言う通りかなと思いますけどね。どこが一方的かってこと。うーん、でも女も一方的だろうと思う。なんかどっちもそうだろう、ね、うん、で女の人も男性が喜んでなかったら嬉しくないと思うんだよね。そうですね、うん、そういう意味でやっぱなんだろう、一方的じゃない気もするんだけどな。そうですね、なんかでもこれも分かる気がする。エリさんがおっしゃってることすごく分かるような気がしますね、うん、よし、次行こう、最後の。これ難しいのでまた、ね、またエリさんが、エリさん以外の、これミコリさんも回答されてて、あ、本当に何て書いてあった、あ、読んでください。ちょっといろいろ、いろいろ書かれてる、ここでは、あ、なんか細かい、なんかもうより露骨なことが書いてあったりした。そう、ミコリさんすごい露骨なね、結構ね、ミコリさんね、書いて、うん、結構書いてた。エリさんも露骨なんだけど、ミコリさん輪をかけて、なんだろう、わかりやすかった、わかりやすそうか。あ、じゃあ私ミコリさんの、うん、回答にもコメントしちゃいました、うん、わかりますみたいな。なるほどね、すいません、生々しくてとか言って、あ、そう書いてる。だからここに採用しなかったかもしれない。あ、私がそれに勝手に生々しく書いただけなんです。あ、そうなんだ、はい、はい、あ、そんなでもなんかやばいのは、ね、書いてないですよ。はい、じゃ最後ですね、はい、YouTube についたコメントです、はい、これジュンピョンさん、うん、0425さんですね、はい、ありがとうございます。恋愛の話ももちろん楽しいですけど、夫婦が長く仲良く生活していくコツとか教えてほしいです、はい、あと自転車のチューブのことでネットってすげえと改めて博士は言われてましたけど、本当ネットってすげえですよね。うん、ありがたい。コメントあげたい。ということで、夫婦が仲良く生活していくコツっていうのは僕も知りたいよね、はい、
私も知りたい。なんだろう、僕って一回しか結婚しないんですよ。はい、はい、うん、何を言いますか。いやでも恋愛って恋愛をもっとたくさんしてて、そうするといろんなパターンが見えるし、恋愛ってだからたくさんの、パターンから言えるわけですよ、うんうん、でも結婚は一回しかしないし、まだ僕途中なわけですよね。途中わかんないで、いつ離婚するかもわかんないし、離婚しないとしても、だから今書くのって、あんた結婚について分かってるのって思っちゃうんですよ。じゃ逆に3回結婚してる人が分かってるっていう感じなんですかね。3回結婚してる人は分かってると思う。というのもジョン・グレイさんっていう人です。ジョン・グレイっていうね、恋愛では有名なニコリさんが尊敬してる人ですよ、はい、読みました。彼は1回離婚してて、次に結婚したんですよ、はい、あと結婚の謎っていう本を書いた人も1回離婚してて別の結婚してるんですよ。なんか死別じゃないですか。死別かな、すみません、すみません。だからとにかくなんかこうそういうのがあって気づくんじゃないかなと思っていて、なんだろうな、まだ分かんないというかね。でそのまあ、例えば結婚して2年目の人とかが結婚について書いたとするじゃないですか、うん、いや待て待て、お前何も分かってないだろうって言いたくなっちゃう。でも私それすごい反論、反論というかあって、反論じゃないんですけど、うん、その博士がもし結婚2年だとしても博士が書いたら納得するかもしれない。あでも それで言いたいことがあって、うん、その結婚2年目の僕に対しても僕今言いたいの。まあ、まだ分かってる。いや、それは何でかっていうと根拠があって、うん、恋愛はこういろんなパターンがあってなんかこう数をこなしていくもんだけど、うんうんうん、結婚は一つのものを大事に育てていくものな気がする。例えばその、ある妻はすごく経済関連があり、うん、でもそれがゆえに、ダメな旦那さんをひどく言う人だったり、である奥さんは、まあ、子供が一人もいなくて天真爛漫に生きてて、うん、っていういろんなパターンがあって、うん、でそれを一緒くたにできるのか、なんかその結婚と恋愛に全然もう全然違う気がします。違います、うん、違うと思う。もうそもそも一緒にしちゃいけないっていうか、うん、なんだろうな、なんか旦那さんは恋人なんだけどなんかもう家族っていうか、うん、なんか違うんですよね。そう、わかる。でも まだ そこに例えば子供ができたりして、うん、子育てが始まったりするとより難しくなるというか、うん、さらにまあ細かいこと言うと近所付き合いとか、あいろんなことが混ざって、それをね書いた時に、まあ、読者がいやいや薄っぺらいなとか、うん、まだそこじゃないんだとか、なんかその結婚をうまくいかせるっていうようなくくりで話をするんじゃなくて、うん、なんかもっと深いというか広いというか、なんかこうちょっとこう恋愛をどう成就させるかとこう違うんじゃないかな。違います違うと思う。すごい思うんですね、うん、だからこそ書いてほしいと思ってるんでしょうね、このジュンピョン04253は。ジュンピョン0423が、質問してくださればそれに分かる範囲で答えられると。なんかその博士に、うん、その夫婦が仲良く生活していくっていう大きな大じゃなくて、うん、まあ、細かいシチュエーションがあってこういう時どうするとか、うん、そう前あったじゃないですか、ヨーチンさんの、はいはい、さん旦那さんに賞味期限切れの食べ物を思い出しました、ね、思い出しましたね、うん、難しいですよ、うん、それないつぐらいでしたっけ、いつ話しましたこの話、ヨーチンさんの話。ヨーチンさんの話は答えることになったけど、あの奥さんと旦那さんはすごくいいサンプルだからね。いやいや本当にすごいね。お互いにうまくいかせようとしてるけど、お互いにかなり離れた常識を持っているから。ああでもうまくいったっておっしゃってたじゃないですか。いやわかんない、今は常に危機が迫ってる気持ち。いや難しい本当に。そう、田中ヨーチンさんっていう漫画家さんの方がいて、でその人が、長い婚活の結果、うん、サルヒコさんという素晴らしい男性と結婚したと、はいはい、でもやっぱ常識は結構違って、例えばサルヒコさんは、うん、シンクにあのカップラーメンのお湯をカップ焼きそばのお湯を捨てると怒るんですよね、うん、それはそのシンクが傷むだろうと。確かにホームページ調べるとシンクに熱いものをお湯を出すの入れるなと傷むって書いてあるんですよ。どこに捨てるんですか。だから一回ぬるくどっかにぬるくなんか、ね、例えば洗面器とかに入れて水で薄めた後に流すとかね、熱いものそのまま入れちゃダメだと。あでもそんなこと知らんがなと、うん、普通に捨ててるわけですよ、うん、そこでごたごたが起きるわけですよ、はい、あとね賞味期限切れのものをいつまでも置いといたりとか、ヨッチンさん多分しがちで、うん、でそれをサルヒコさん許せないみたいな、
です。だから猿彦さんどっちかってめちゃめちゃ我慢してる状態ですよね、うん、という話でしたっけ。そんなような話があって、うん、で折り合いをつけてね、そう、ヨーチンさんがなんかもっとこういう風に言ってくれたらいいし、うんうん、自分の食べ物は自分で管理してくれみたいな、うん、なんかこう、ね、いい、でそれで今うまくいってるみたいな言ってましたっけ、そうそうそう、うん、絶対そうでもないと思ういや、わかんないけど、いや、そんな感じ、いや、そう、いやいや、ご本人がそうかもしれない、いやいや、ご本人ですらわからないことあるんだって、そういうのうまくいってると思ったら、サリフがめちゃめちゃ我慢してたりとか、いや、まあまあ、そうですね、うん、そうそう、じゃあ離婚するのが不正解かっていうとわかんないでしょ、うん、とか、いろいろ難しいんだけど、離婚って、ね、ありますよ、そういうことは、うん、ヨッチさんみたいなそういうこうピンポイントで、うん、そうね、質問してくださればそう分かる範囲、僕の分かる範囲で、僕のさらに10年後の僕は何言ってんだと言うかもしれないけど、例えば旦那さんが焼きそばの用シンクに捨てるなと言って口論になるんですが、ああ博士こういう時はどうしたらいいんですかみたいな、そうね、そしたら僕の分かる範囲で答えるそう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 ね、なんかこう切り取っていただけるとね、そうね、でなんか僕が嫌だなと思うのは、すごく相性が合う旦那さんと結婚した人もいるわけじゃないですか、はい、ね、何やっても合うみたいな、うん、その人が、博士分かってないねと、そんなのこうすればうまくいくのに、お前は相手がそっちだったからでしょって言いたくなっちゃうんですよ、あ、なるほど、そうそう、だからあの田中陽珍さんも、うん、ズボラな男性と結婚してれば、うん、まあ、すごいゴミ屋敷になるけど、うん、夫婦仲はいいみたいなね、まあ、いろいろあるんだよね。でも逆に私そうなったら、なんかこう、ヨーチンさんが綺麗好きに回るんじゃないですか。うん、あ、それは比較した、それはその通りだ。もう旦那さんの汚さっぷりが、うん、みたいな。いや、同じぐらいであってほしいね。どっちかダメだったらさ、そうなると思う。おっしゃる通り。その差大事ですよ。うん、その自分の汚い許せる範囲と相手の汚い許せる範囲みたいなじゃないですか。ある。それが違う。まあ、どっかは違うもんな、うんうん、確かに割と一緒ですよね、なんか割と一緒な人同士がいいってことですよね、そう、割と一緒な人同士がいい、うん、世間から浮いちゃう可能性あるけどね、うん、そうそうそう、まあそんな感じにしましょうかじゃあどうも、はい、はい、いや皆さんもぜひ、はい、ぜひ優しい意見をください、はい、はい、あのグッドイル博士、スペース、SNS、スペース9月15日ということで検索していただけますと、はい、SNS に入ることができて、その SNS に入ったらそこでコメントしてください、はい、まあ、YouTube で純平0425さん、多分この人ももうすぐ誕生日なんでしょうねに、のようにコメントしてくださってもいいです、はい、でははい、はい、じゃあありがとうございます、はい、じゃあそれではさよなら皆さん、またお会いしましょう、はい、来週とか再来週とか、さよなら、はい。